5番マリアノビッチは、セルビアのプロバスケットボール選手。NBA のダラスマーベリックスに所属し、セルビア代表選手でもある。身長 221cm、体重 135kg、ウィングスパン 234cm、ポジションはセンター。プロキャリアを、ABA リーグの KK ヘモファームで2006-07、07シーズンからスタートし、2007年1月に、 セルビアリーグの経験スイスリオンタコボに移籍した。シーズン半ばでヘモファームに戻った。以降のシーズンを同じセルビアナショナルチームのステファン・マルコビッチ、ミラン・マクバンと共にチームにとって重要な役割を担った。2010年夏、タスコ・ビヨセビッチの要請を受け PBC ・チェスカ・モスクワと3年契約を結んだ。しかし、ビヨセビッチは解雇され、チームでの立場を失った。 2010年12月31日、BC、ジャルギリスにレンタル移籍し、2010から11シーズン、最後までプレーした。2011年5月に、BC に次ー・のブゴロドと契約し、シーズン半ばまで在籍した。2012年1月、セルビアに戻り、KK ラドニチェキクラグエバックと契約し、残りのシーズンを送った。2012年6月、 セルビアの KK メガ、ビツラと2012-13シーズンの契約をした。好調にシーズンを送り、セルビアリーグの MVP を獲得した。2013-14シーズン、オンジュライに、2013年6月2日、KK ツルベナズベズダと2年契約を結んだ。2013年12月に、ユーロリーグラウンド10の MVP に選ばれた。2014年4月、 チームメイトのデマーカス・ネルソンと共に ABA リーグのファーストチームに選出された。2014-15シーズン2014-15シーズンのユーロリーグでは初戦のガラタサレー SK で28分出場し22得点10リバウンドを上げ76対68で勝利した。ユーロリーグファーストラウンドの MVP に選ばれた。 2014年11月22日、対ガラタサレー SK 戦では23得点、キャリアハイの17リバウンドを記録したが、2度のオーバータイムの末に103から110で敗戦した。この時の1試合17リバウンドは、ユーロリーグで、ここまでの3シーズン中では最高の記録であった。これらの成績により、ユーロリーグレギュラーシーズンの MVP を獲得した。 2015年4月9日、タイパナシナイコスビーシー戦で、リバウンドのシーズン記録となる256リバウンドを記録した。それまでの記録は、ミルサド・タルカンの2002から03シーズンの248リバウンドであった。それに加え、ユーロリーグのダブルダブル記録も田中ベアードの2004から05シーズンの14を上回り、16に更新した。 24以上のユーロリーグゲームで、キャリアハイの1試合平均16.6得点、リーグトップの10.7リバウンドを記録し、ユーロリーグのパフォーマンス指標をペイで25.67を記録した。2015年4月2日、ABA リーグ2014-15シーズンのファーストチームに選ばれた。翌月、チームを2014-15シーズンの ABA リーグ優勝に導いた。 この時の活躍で、プレーオフ MVP を獲得した。2015年5月、オールユーロリーグファーストチームに選ばれた。2014から15シーズン、チームが13勝1敗の好成績で1位となり、2015年6月5日、マリアノビッチは、セルビアリーグの MVP に3年連続で選ばれた。さらにクレベナ・ズベズダは、ファイナルで、KK パルチザンを3勝スイープで退け、 リーグ優勝を勝ち取った。サンアントニオスパーズ2015年7月10日、NBA のサンアントニオスパーズと1年200万ドルの契約に合意した。2015-16シーズン10月30日のブルックリンネッツ戦で NBA デビューを果たし、6得点5リバウンドを記録した。12月7日、フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦でフィールドゴール10本中8本。 フリースロー2本を決めて、キャリアハイとなる18得点を挙げた。12月30日、フェニックスサンズ戦では、わずか15部の出場で、キャリアハイとなる12リバウンドを記録した。2016年1月21日のサンズ戦で、ベンチスタートであったが、21分30秒出場し、速攻でのダンクを含む17得点、13リバウンドと初のダブルダブルを記録した。 3月23日のホームでのマイアミヒート戦では終盤13分33秒の出場時間でフィールドゴールを12本中1度のスリーポイントプレーを含む9本を成功させキャリアハイとなる19得点を記録したレギュラーシーズン最終戦となったダラスマーベリックス戦でティム・ダンカンら主力が休養する中スターターとして起用され キャリア最長となった37分の出場で22得点12リバウンド2ブロックを記録し勝利に貢献した。デトロイトピストンズ2016年7月7日制限付き FA となったマリアノビッチはデトロイトピストンズから提示された3年2100万ドルのオファーシートにサイン。3日後の7月10日スパーズはピストンズの契約にマッチングをしないことを発表。 これによりマリアノビッチのピストンズ遺跡が決定。2017年1月4日のシャーロット・ホーネッツ戦では22分の出場ながら15得点19リバウンドを記録し遺跡後初のダブルダブルを達成。4月7日のヒューストン・ロケッツ戦では自己最高の27得点を記録した。ロサンゼルス・クリッパーズ2018年1月29日ブレイク・グリフィン等とのトレードで トバイアス、ハリス、エイブリー・ブラッドリーと共にロサンゼルス・クリーッパーズに移籍した。フィラデルフィア・セブンティシクサーズ2019年2月6日、フィラデルフィア・セブンティシクサーズにトレードされた。ダラス・マーベリックス・ダラス・マーベリックスと2年700万ドルで契約合意した。ナショナルチームジュニア代表選手として、2007年 U19 世界選手権と2008年 U2 0 ヨーロッパ選手権で金メダルを獲得した。2009年バスケットボール男子欧州選手権、2010年バスケットボール世界選手権では代表候補には選ばれたが、ロースター12人に残ることができなかった。シニア代表に選ばれたリトアニアで開催された2011年バスケットボール男子欧州選手権では8位の成績を残した。 レギュラーシーズンプレイオフ2メートル21センチメートルのビッグマンでありながらシュートタッチが柔軟でペイント外からも得点できパスセンスも持ち合わせている背伸びダンクはおそらく誰にも止められないディフェンスとスクリーン技術には改善の余地がある伸びつきのような片足フェイダウェイを習得できれば無敵との声もジョンウィックパラベラムで殺し屋アーネスト役として出演 ありがとうございます。